ホリエモンチャンネル。皆さんおはようございます。古江貴文です。皆さんおはようございます。寺田由紀です。私は大学生です。就職活動中の友達がみんな口を揃えて公務員は安泰と言っているのですが、私はそれに疑問を抱きます。中長期的に見ると公務員は削減される運命にあるのではないかと思います。その理由は1、人口減少による税収減と2、 IT による業務効率化です。しかしこれを友達に話しても公務員は過去不祥事を起こさない限り絶対に首を切られることはないし、法律でそう定めどうしたんだ今日今日調子悪いな。法律でそう定められているからこれは揺るがないよと言われました。それを聞いた私はなるほどなと思う一方でいまいち納得できていません。やはり公務員は友達の言うようにしぶとく生き残っていくのでしょうか、それとも首切りに遭う未来なのでしょうか。堀江さんは将来の公務員はどうなっていくと考えていますか。ご意見をお聞かせくださいという質問です。はい、今日の質問はまたざっくりしてるね、はい、はい、じゃあゲストを紹介します。株式会社クフ代表の宮田昌司さんです。よろしくお願いします。ということで僕はだからそんな本一冊も書けないんでこんな質問で、うん、私はこう答えました、はい、例えば郵便局員は公務員でしたが郵政民営化で普通のサラリーマンになりました。こういう流れがグローバルで起きていると思いますと、はい、今こういうスマート HR みで、はい、本当はこれだけ行政がやるべきことなのかもしれないんだけどでも行政は別にやらなくてもそれで収益得られるんだったらそれはそれでいいじゃないですか、うん、僕はこれはだから最初そう思ったんだけど、あ、別にでも行政じゃないところがこれをやってちゃんと収益得られてるとしたら、そのそもそもだってこのシステムって行政が提供してたらやる必要なくなってるもんね、うん、そうですね、おっしゃる通りですね、うん、行政が非効率だからあのクフさんの仕事はあるわけですよ、うん、私たちの分野もなんか電子申請みたいなのを国が7年前ぐらいから頑張れてたんですが、それでも普及率が 5% と全然進んでないということで、うん、去年 API っていうのを公開してですね、まあ、うちみたいなちっちゃな会社でもそれを使えば国のシステムとつながれるような仕組みを公開し始めたんですね、うんうん、なので国もそのまま民間に、自分たちはできない部分をやってほしいと思っているような状態なんで、こういうジャンルっていうのは今後民間の企業さんがどんどん入ってくるのかなというふうに思っています。でもね、実際その職員いなくてもできますもんね。まあそんなことはないって言ったらあるんですけど、なってたらいいんですかね。いや、だから要はそれをだからすごく分かりやすくなっているとするならば、別にみんなスマホとかからやるわけじゃないですか。そうですね、うん、だから全員がそうなれば別に職員がいらなくなるよっていう、まあ極端な話をしてるんですけど、でそうなってきてやっぱり仕事はな、まあ長期的に言うと絶対仕事は少なくなっていくはずだし、そもそもまあ日本もそうだし世界もそうなんだけど、公務員は減らそうっていう流れは確実にありますからね、うんうん、公務員がやらなきゃいけないことって多分ほとんど実はないんだよね。なるほどね。民間企業でも多分やれって言われたらできますよね、スマート HR のその延長で。そうですね、うん、まあそれになりたいなと思ってやってるところもありますね。そうですよね。システムをもっと便利にするようにしたいなと思ってますね、うん、はい、だから社会保険業務をスマート HR で全て受けると、うん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 、まあ一社だけだとあれなんで他にもライバル会社出てくるかもしれないですけど、今ね社会保険庁っていうか、まあ要は厚生労働省のそこの部分でやってることっていうのは全部民間企業が手掛けるってのは多分できますよね、うん、将来的には、だから将来的にやったら20年30年の流れですけど、絶対安泰ってことはまずないですよね、はい、はい、じゃあちょっといろいろ参考になる話も出たと思うので参考にしてみてください。では最後にカメラに向かって告知をお願いします。はい、スマート HR という、クラウド型のソフトウェアを作っています。社会保険、雇用保険関係の、手続きが便利になるようなサービスです。書類を自動作成して、役所の申請もウェブで完結します。無料トライアルもできるようになってますので、もしよかったら、試してみてください。よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ皆さんスマート HR で調べてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。
メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。